皆さんこんにちは、リコちゃんです。バーアラキメデス女子がおめでとうございます。はい、アルキメデスと言ったら私ちょっと思い出語らせてくださいよ。ちょっと語らせてくださいよ。アルキメデスってさ、魔族キラー EL じゃないですか。ダメ壁は確か持ってなかったよね、もともとね。確か持ってないよね、進化。そう、アンチウィンドウのみだね。このアルキメデス、俺 B4 の時にコッタソのシュンタソと一緒にもう何回も言ってるんですけど、トグロ弟ってすごい難しかったじゃないですか、昔の超究極。あれをなんと居酒屋でシュンタソとキコちゃん2人で倒すっていうね、動画外でね、しかもとんでもない功績を残してね、超喜んだ思い出があります。そんなコッタソンは今ではモンスト系 YouTuber ではなくて料理系 YouTuber に転身されたということで、今後のご活躍、ますますのご活躍、やめとこう。はい、ということで、アルキメデスが中心化したということで、思い出があるキャラクターです、私。好きなキャラクターではないけど思い出があるだけ。はい、未知なる原理を解明せし数学者アルキメデス。なんかすごいラッパーみたいな人よ。魔族キラー EL がついてるってことで、重力バリアついてないんだけど、めちゃめちゃなんか強そうじゃないですか。チップ層に乗るんじゃない？乗るじゃん、超強いじゃん、そんな。行くしかないじゃん、江戸に轟く憤怒の合コン。ここに行くしかないと思ってて、まあちょっとぶっ倒しに行こうか。じゃあ出撃、出発進行、出発歩。強いのかな、使ってみよう。マジで気になってんだよね、魔族キラーって。いいよね。なんでいいと思うかっていうと、オーマイガー、もともと野幕へのボスは魔族だったんですよ。だからね、魔族キラーにはすごく思い入れがある。それはあ、なるほど、オケマルだけど、どうなんだこれ、これどうなんだ、強いのか分かんない、強いのか本当に。ここはやる。オケメル、めちゃくちゃオケメル。で次セカンドオポチュニティがあんなとこにいるから、もう暴れちゃうんでいいんじゃない。これ暴れちゃうシステム採用する、暴れる君採用する。ええやん、めちゃめちゃええやん、これ強いやん。ふーん、エッチじゃん。なるほどね。ただ次当てにくいね、これね。よし、まあ今のところ気持ちはいいよね。最初ベラベラ喋ったのにまだ1分だもんな。早い、だから動きづらい。それは動きづらい、それはチップソーすぎる、チップソーすぎるって。ミスったのにそこをリカバーしていくのはかっこいいって、さすがに。と同時にちょっと恥ずかしいって、やめてくんないかな、本当に。なるほどね、これもつけられるのか。なるほど。ああ強い、チップってるよ、かなり。さっきの SS は意味不明だったけど、チップってるわ。これもチップってるんじゃない、ちょっと使っていこうか。いや使わなくていいか、オンでいいか。わおオーマイガーオーマイガーオーマイガー、つらいよー。これやばっ、よし、本能にまみれておる。これ待って、一神じゃない、ちょっと待って、これやばいよ。なんだその一、強いね。よし、本能にまみれておる。ミスったけど
ミスったけど今のところは。でもだよ、でもそんなの関係ねえよ、でもそんなの関係ねえよ。こんな全部当てていく。じゃあ2人当てていく。お、どうだ、どう、わお、え、強い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 よ。え、こんな強いんだアルキメデス、マジかよ。それはちょっと感動的だったね。うん、え、不動明王でめちゃくちゃ強いじゃんこいつ。信じられねえな、一撃だもん最後ね。不動明王で強いのか、今さら。
ごちそうさまでした。パッと光って咲いた花火を見